どうも皆様、というわけでマシがお送りします。バンドリー。さあ、というわけで新しいイベントのお知らせ来ております。次回、チャレンジライブイベント、Welcome to Open School ということで、バナーでサーヤですよ。いやようやくこの前サーヤコンプしたのになぁと思いながらもね、まあ以上にね、美しいサーヤでございますけれども、まあ今回バナーのタイトルを見てもらうとですね、まあポッピンパーティーのメンバーのそれぞれのテーマカラーがありますので、ポッパの箱イベというとはもう間違いないかなとは思います。おそらく、バンドストーリー3章のラストはポッピンパーティーに、ね、なってくるんじゃないかなとは思いますよね。で、久しぶりのチャレンジライブイベントでございますので、チャレンジライブ楽曲がございます。一つはね、ポッピンパーティーのオリジナル楽曲だとは思うんですけれども、もう二つか、こちらナイトスペシャル対象楽曲が増えます。まずは、イエスバンドリーム、イエバンですよね。めちゃめちゃ非効率と言われてたあのイエバン、まあ、非常に長いし、難易度がね、20ぐらいだったかな、エキスパートでも。非常にね、簡単な楽曲なんですけれども、おそらくまあ難易度24、5ぐらいにね、かなり強化されてくるんじゃないかなと思います。そしてもう一つは、アルケミーですね。アルケミーはまあエンジェルビーツなんでオープンスクールとこうかけてね、スペシャル追加したのかなとは思いますけれども、アルケミーはそうですね、もともと難易度26だったかな。と思いますので、まあ、そんなに変わらないんじゃないかなと、ひょっとするとまあ27でちょっと強化されて出てくるかもしれないということでね、まあ、難易度スペシャル楽曲がねどんな譜面になってくるのか非常に楽しみでございます。そして新規保証予想なんですけれども、まあおそらくもう十中八九ねサーヤとリミちゃんだと思います。まあこのまあ、サーヤはね、バナーで登場してるのでっていうところありますけど、リミちゃんはやっぱり3周年以降来てないので、もうほぼほぼリミちゃんで確定じゃないかなと、思っております。そして、タイプ予想なんですけれども、おそらく、まあ、サーヤのことを考えるとやっぱりハッピーなんですよね。ハッピーサーヤのね、理論値が今のところね、初期のね、浴衣のサーヤなんですよ。ということを考えたら、まあもうそろそろね、浴衣サーヤが更新、ちょっと個人的に残念かなとは思いますけれども、まあ更新される時がね、ようやく来るんじゃないかなと、はい、思っております。ということでね、はい、まあ一体ね、どんな感じになるのか、まあサーヤでございますので、ちょっと僕もスターはたくさん用意しようと思います。コンプできるかな？